はい、皆さんこんにちは。本日はですね、子供たちにですね、またあの盆踊りが別にありまして、そちらの盆踊りにですね連れて行きながら DJI オズモアクション4でですね撮影をしてきてみようと思っております。そしてですね、噂が出てきましたね、 GoPro Hero 12 12ですね、こちらのですねちょっとお話もしていきたいと思います。はい、ということでですね、この後サクッとですね、そのお祭りですね、盆踊りの景色っていうのをですね、アクション4で撮影してきたものをぜひですね見ていただければと思います。このですね 1.3 分の1インチのセンサーをですね搭載した DJI オズモアクション3とはですねちょっと違うですね映像っていうのを見ていただければなと思いますね。簡単にですねアクション3とアクション4を比較してみようと思います。では映像の方どうぞ。はい、ではですね映像の方はこのようになっておりました。ということでですね、まあ簡単になんですけど、この比較っていうのをアクション3とアクション4でしてみましたが、まだですねこう深掘ったですね比較というか検証というか、まあこうどういう映像が撮影できるよっていうのもアクション4でなかなかできておらずにですね、この後徐々に進めていこうと思っております。なかなかやっぱこう夏休みということもあってですね、いろいろとですねイベントがありまして、あまりですねこうしっかりと検証できずに申し訳ございません。ただですね、やっぱりこのアクション4のですね映像ですね、このセンサーサイズが大きくなったというところと、やっぱりいろんな処理がですね上手になってるなっていう印象なんですね。特になんですけど、映像がですねこのアクション3の時は、まあアクション2も含めてなんですけど、寒色系、要は青っぽい色になってしまいやすいっていうですね、まあ癖があった感じが私はしております。というのがですね、まあこのアクション4になりまして、しっかりとした色合いになったなっていう感じなんですね。そしてですね、そのコントラストと、コントラストでシャープネスって言ったらいいのかな、映像がパキパキっていうかですね、割とですねこうしっかりと描写はしてるんですけど、あんまりですねその線のですね太いような映像ではない感じというところがですね、私はですねその映像の感じがいいなと思っております。で、たびたび言っておりますが、そのノーマルカラーですねっていうのがとっても使いやすくなったっていうのが大きなメリットで、あとはですねさらにその音声っていうのもですね良くなってますね。これはなんですけど、そのレベルメーターを見るとわかるんですが、アクション3の時はですね意図してですねこうすごく低く収録しているイメージがあったのが、アクション4になってですね通常の音質に戻ってきている。そしてですねその処理っていうのもなんですけど、大きくなってしまった音っていうのは、要は風切り音とかですね、というのはオートで設定している場合っていうのは、そこの部分っていうのは意図的にですねこう音を下げて風切り音を少なくしてくれてるという処理もあるんですが、それをこうオフにすることもできる。で、この DJI アクションシリーズっていうのはですね、音質が私とってもいいと思っているので、というところもですね今後また別の形で検証していければいいなと思っております。ということでですね、この後になんですけど、その GoPro Hero 12のちょっと話を持ってこようと思うんですけど、皆さんこうどうお考えなのかなっていうのをちょっとぜひですねコメント等で教えていただければなと思います。ということでですね、こちらのチャンネルではこのようにカメラですね、カメラを含めて広くガジェット等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、あとは通知と受け取っていただいて、コメント等で私に仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということでですね、ちょっとコーヒーいただきながらなんですけど、この GoPro Hero 12の話が出てきました。っていうのですね、このリーク情報を見てですね、これ本当かなっていう感じしか私ちょっとしないんですよ。というのもなんですけど、まあいろいろさすがにですね対策はされてきてるはずです。そしてですね、そのセンサーサイズっていうのが1インチで、8K で収録できるような噂もありましたが、これ
うまく処理できるのかなっていう、もう不安感しかないですね、私の中では。というのもなんですけど、 4K5.3K で収録ができていたその GoPro Hero 11というのもたびたび熱停止、まあ、あとはですねその操作プチフリーズだとかですね、そういうところがあって、まあ、あんまりですねこの快適に使えなかったっていうのがですね、私がメインで使わない理由なんですよ。電源周りにトラブルがあるような感じだとか、熱がこもりやすい、そしてボディの材質っていうのもプラスチックでですね、その放熱っていうのももしかしたらこれのせいでちょっと悪いんじゃないのかなとかって、こう個人的なですね感想で思っていました。で、まあその理由っていうのまず一つ目なんですけど、 8K ですね、 8K っていうので収録できるとします。なんですけど、そうするとですね、あの 8K ってあの約3300万画素なんですね。というところで、その3300万画素以上のですね、あのセンサーを搭載してくるということはなんですけど、まああの8対7のですねアスペクト比のセンサーサイズなのかなっていう想像でなんですけど、この後ちょっとそのですね、各ですねメインどころのアクションカムのですねセンサーサイズをですね簡単に図作ってみて、まあ大体こんぐらいだろう、しっかりとですね作ったわけじゃないです、大体こんぐらいだろうって比較表を作ってみたんですよ。というのでですね、ちょっとこの辺に貼り付けておこうと思うんですが、その前になんですけど、その3300万画素っていうのをその1インチのセンサーでですね、まあ収めるっていうところで、これですね、まあ不可能ではないと思うんですよ。スマートフォン等でもですねそういうのできてる、そしてピクセルビニングもあって、まあその 4K にしたりだとか、それ以下のこう解像度とかにしていくと、どんどんですねその暗所にも強くなってくるのかなと思うんですが、まああの暗所にはですねそんなに強くないセンサーなんじゃないのかなっていうふうに感じてしまいます。それだけ画素が多いとですね、やっぱりその捉えられる光の量っていうのは小さくなってしまいがちですよね。まあただこれも楽しみは楽しみなんですけど、どういうふうな感じで来るのかなっていうところが私はちょっと不安感がありますね、というところと、あとはですねこの 4K のですね120フレームどころではなくですね、この240フレームで収録できるってことなんですが、まあこの本当にこの処理っていうのもとんでもなく大変そうだな、しかも1インチのセンサーサイズっていうところと、まあ、今までのですねその熱に対する耐性の、まあ、この不安感っていうところがを加味するとなんですけど、その他のですねあのインスタ360、ライカ1インチ360エディションですね、 1RS のそちらとかもなんですけど、1インチのセンサー入っていて、まあ、それが2枚入っているってこともあるんですが、熱に割と弱いんですよ。 X3 とかがですねもう1時間、まあ、あの電源が持てば2時間とか平気で回ってしまう中で、同じような環境でですね、まあ、大体30分40分もかからないぐらい熱停止してしまうかなっていう感じなんですね、というようなですね状態がある中でですね、やっぱりその 8K1 インチってすごく懐疑的だなって私は感じてしまっております。というのもなんですけど、この表ですね、ここに貼り付けます。ではですね、こちらの表なんですけど、はい、ドーンとこんな感じなんですが、まあちょっとですねその表を見ながら私も話していきたいと思うんですけど、まずですねこの薄黄色がですね DJI Osmo Action 3、そしてこのオレンジが DJI Osmo Action 4で、これが1型のですねセンサーサイズで、フォーサーズセンサーとその後ろの水色のが APS-C になってきて、まあこのですね右側の濃い青が GoPro Hero 10なんですね。でその下が11、これが8対7のアスペクト比になってきて、8対7のままですねこの1インチセンサーになるとなんですけど、これだけのですねサイズになってしまうんですね。まあこれをですねどういう風に使ってくるのか、その1型になってくると、そもそもにこの DJI Osmo Action 4と比較してもこれだけ大きいんですよね、この緑の1型っていうところ、というところを見るとなんですけど、これだけの大きなセンサーが乗って、まあボディサイズも変わらないっていうのはですね、なかなか厳しいんじゃないのかなっていうイメージがあるんですね。そしてですね、そうなってくると、まあそのアクションカムっていうサイズ感じゃなくなる恐れがあるんじゃないのかなとかって思ったりします。まあそのサイズ感っていうのも分かんないですし、まだリークの情報がちょっと出てきたぐらいなんで、もう本当に憶測でしかないんですけど、あとですねこれだけセンサーサイズ大きくなると、もうオートフォーカス積んでないと全然ピント近く寄れないんじゃないのかなとか思ったりするんですよ。でピントをこう近くまで寄せるためにはなんですけど、もう超広角のまあ、暗めのレンズっていう形になってくると思うんですね、被写界深度を稼ぐためにですね。まあこの辺がですねどういうふうにこう GoPro さんがまとめてくるのかなっていうのはとっても楽しみなんですけど、その 8K1 インチで熱にも今まで弱かったっていうところ、まあそれがソフトウェアなのかハードウェアなのか電源周りなのかっていうのはちょっとまあわからないところではあるんですけど、どういうふうにまとまってくるのかなっていうのがですね、まああの懐疑的であり不安であり楽しみでありみたいな感じでですね、ちょっとこのセンサーサイズの話は、こんなにですねでかいセンサー積んでくるんだっていうのはですね、まあこういうリークに出てきてびっくりしたので、こんな表を作ってみたっていうお話でですね、本日はですね終わりにさせていただこうと思います。楽しみなんですけどね、その熱停止っていうですね悪い癖が治ってくれるのを私は一番ですね望みますねって感じでございますね。はい、ということでですね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。あっ